こんにちは、シエルです。今日はですね、こちらマジックの収納の部屋で動画を撮っているんですけれども、今日はこちらの私の仕事で使う、マジシャン用のトランプ、このトランプの断捨離と、収納の動画を撮っていきたいと思います。先日ですね、私洋服の断捨離動画を出したんですけど、そこで、こんまり流お片付けに挑戦したんですね。ベッドの上に、家にある洋服を全部山のように積み上げて、そこからときめくものだけを残していくという、そんなお片付け方法だったんですが、今回は、このトランプを、山のようにまずは一旦集めて、そこからね、断捨離というか片付けをしていこうかなと思っています。私にとってトランプ仕事道具でもあるので、なかなかね、バンバン捨てられない気もするんですけれども、まずは家にね、どれだけのトランプがあるのかをね、ここにねちょっと出すことによってね、捨てていいものとかね、大事なものとかをね、しっかりと区別してね、綺麗にね収納していきたいなと思います。まずは家の中にあるトランプをここに集めたいと思います。で、問題発生でね、マジック道具の収納の奥の方にあったりするのと、マジック収納ケースがいっぱいあるんだけど、多分その中とかにも入ってるっぽい。とりあえずトランプいっぱい入ってそうな箱だけここに持ってきました。家にあるもの全部は持ってこれなかったんですけど、でもそれでもこれだけあります。はい、ということでこちらをね一旦全部出してみます。最初向こうで並べてたんだけど、もうめんどくさくなっちゃった。はい、ということでこんな感じでトランプの山ができました。トランプマウンテンです。すごい量だ。この後は綺麗に並べていきたいと思います。はい、ということでトランプを並べてみました。こんな感じです。ものすごい量です。こんな感じで並びました。並び方ちょっと適当なんですけど、この辺りのトランプは、マジック用の、ギャフカードとかトリックデックが多いですね。バイシクルの未開封のトランプ、新品です。この辺りはフラリッシュ用の、ちょっとデザインがおしゃれなデックです。端にあるのがワンウェイデック、ハートの8だったらハートの8が52枚ある感じで、マークと数字が1種類ずつ入ってる感じです。フライングタイガーで買ったちょっと大きいジャンボカード、この赤いのは100均 でこれはバイシクルの大きいトランプで、この辺りもちょっとトリックデック系ですね。でここはマニピュレーション用のカードですね。これトランプを守るさ、金属のやつで、カードガードっていうのかな。ここに海外ドラマのゲームオブスローンズのカード入ってんだけど、これ取れなくなっちゃって。箱に入ってるやつは、いろいろ付属品があったりとか、ギミック系ですね。あとはパケットカードとかですかね。わからなくならないようにビニールに入れて保管している感じです。はい、ただちょっと、何のカードだっけっていうのも結構あったりして、ちょっと困ってます。はい、というわけで一旦、トランプを集めてちょっと並べてみました。で数えてみたところ、全部で367個ありました。とはいえちょっとこれね、家にあるトランプ全部じゃないんで、もうちょっとあるんですよ本当は。やっぱ家に500個ぐらいはあるね。はい、ここからときめくものをね、選別していきたいと思います。ときめくって言ってもさ、結構仕事で使うから、自分の中でときめいてないんだけど、使うんだよね。なきゃないでいいのか。ちなみにちょっといくつか紹介しましょう。グッチのトランプがありました。ちょっとね、本物かわからないんだけど、これもらったんだよね、確か。ちなみに一番大きいのがこれで、これはね、フライングタイガーで買ったものです。そう、安いんだよね、フライングタイガーの。バイシクルで大きいのはこれです。それとこのトランプはバイシクルの柄なんだけど、プラスチックのトランプです。マジシャンが使うトランプは基本紙でできているので、消耗品なんですね。普通のトランプよりちょっと高めだと思います。ちなみにこのニコちゃんのトランプが今ここにある
トランプの中だと一番高いお値段かもしれません。今ネットで調べると8000円ぐらいで売ってます。可愛い顔して。ちょっと懐かしい話していいですか？そう、これキラキラストーンついてるんですけど、これはマジシャン始めたての時、21歳ぐらいの時なんだけど、デコったの。やること若いな。はい、それではいろいろ分けて断捨離していきたいと思います。果たしていくつぐらい減らせるのでしょうか。はい、収納はこのケースに入れています。これがね、4つあるんだよね。ピンクと白のはもうかなり前に家具屋さんで買って、これは無印のやつです。ちょっと透けてるやつ、このサイズのもあります。はい、ということで断捨離していきたいと思います。ワンウェイレークは取っておきたいから、ちょっとここに入れていきましょう。ワンウェイレーク、はい、こんな感じで、まずはちょっと厚みのあるやつには大きいトランプを入れていきます。ステージマジックの時大きいの使うんだよね。お、入った。他には新品のトランプ入れていきます。ちなみに私これ5年ぐらい前に買ってるんですけど、これ1ダース12個入りの、まあ、バイシクルのセットなんだけど、これコストコでね、当時ね1498円で売ってたんですよ。だから1個あたりいくら ?120 円ぐらい、うん、で買えたんだよね。今はもうちょっと高くなっちゃったらしいんだけど、マジシャンのトランプってほんと消耗品なんですよ、紙のものなので。なのでまあ私毎回コストコ行くたびに、1ダースを12個、だグロス買いっていうのかな、144個まとめて毎回買ってて、マジシャンなのでやっぱこうやってまとめ買いをしてね、ちょっと安く抑えるみたいな、はい、そんな感じです。フリー APP がついてるやつとついてないやつがあります。これが結構昔に買ってあるライダーバッグの前のやつかな。でこれはゴルスター。一回ゴルスター使うとやっぱこれが柔らかくて使いやすいってなるね。でこれゴールドの縁のやつです。であとこれね、最近もらったやつ、シュプリームラインのやつ、なんかこれすごいいいらしいよ。収納はこんな感じです。これはね、インデックスがでかいやつ、こんな感じで、はい、こんな感じです。このあたりが新品で空いてないやつ、これ師匠からもらったやつなんだけど、見て、2500分の1669、だからこれ限定品だよね。そう、カードのサイドがグラデーションになってるの。これ確かね3000円以上した気がした。はい、こちら手品屋さんで売ってます。バイシクルのピンクと黄緑、一枚一枚カードの色が違うやつ。じゃん。はい、ということでこっちいらないやつ、こんなに断捨離偉いぞということで、これはもういりません、さよなら。とはいえめっちゃあるけどね。はい、こんな感じで収納、はい、一つじゃ収まらないのでもう一つ、さよならデック。ギャフカードとかトリックデック系の整理です。ブランクバッグ、ダブルフェイスとか、ダブルフェイス、ダブルバッグ、ブルーバッグ、ブランクフェイス、ブランクバッグっていつ使うの。ブランクバッグ買いすぎじゃない、私。なんか私ブランクバッグいっぱいあるんだけど、めっちゃ好きじゃんブランクバッグ。ブランクフェイスは結構使うんだけど。このトランプ知ってます？これめっちゃ可愛いんですよ。なんかめっちゃ可愛くないですかこれ。めっちゃ可愛い。ほら、スプーンが曲がるよとか、そうそう、いろいろ使え方があるんだけど、ハートとかめっちゃ可愛い。ちょっとダークっぽい方、これだけダークじゃないか。あ、例えばそう、さっきのだったらハートだったけどこれだと割れてるとか。そう、確か2個セットだったんだっけな、これ。めっちゃ可愛い。虫に食べられちゃってるよみたいな。このあたりはトリックデックなんだけど、これはねちょっと仕事で使うんで、仕事カバンエコードクターレオンさん、シールの秘密です。これデックにシール貼ってあって、これで何のデックかが分かるようにしてます。とりあえずこの中に入れてきます。でね、ここら辺がマニピュレーション用のカードなんだよね。マニピュレーションやるもん、やんないよね。やるかもしれないけど、とかミニタリコ開けたけど全然これ分かんない、何が起きるのかすら分からない、謎。ということでさよなら。
ミッキーさんとかドラゴンボール、ポケモン、はい、このあたりも。さよなら。はい、でこちらもあれです、ボロボロになっちゃった感じのカードなんですけれども、これを使って、まあ、マジックの練習しつつ、どんどんもうこれ捨ててっちゃいたいと思います。小物がついてる系のマジックはこんな感じで、はい、収納ケースとトランプがそこまで合ってないんだけれども、こんな感じで収納しました。10センチぐらいのこの厚みの無印のやつはいいね。これもう一個買いたいと思います。はい、こちらのトランプたちや、さよならしちゃうトランプたちです。多分50個ぐらい入ってるかな。はい、でこれはもうボロボロになっちゃってるトランプですね。あの箱だけどっか行ったから、とりあえず輪ゴムで留めるっていうのは、これはマジシャンあるあるだと思います。あのさっきね、ツイッターで今日の断捨離の模様をツイートしてたら、マジシャンやってる子たちがトランプくださいっていうねコメントがあったので、この中からね、いくつか綺麗なものはプレゼント企画で出したいなと思います。10個ぐらいまとめてね、なんかプレゼントできたらななんて思っています。あの使ってないものだから綺麗だと思います。はい、順番並んでるぐらいなんで、多分私使ってないんで、多分綺麗なものだと思います。あのトランプのプレゼント企画はツイッターの方でやろうと思っているので、よかったらマジシャンシエルのツイッターチェックしてください。ということで、まあ、今回は70から80個ぐらいのトランプは断捨離できたのかななんて思います。はい、とはいえまだ家に数百は残ってるんで、まだまだトランプ屋さん開けるぐらいなんですけれども、まあ、あとはでもトランプって消耗品なので、もう汚くなってたらバン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 捨てていきたいなと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。